撃一発ですね。だから僕は長崎医大で、空襲警報があって逃げ出し、そこに追ってる時に何か空襲が一度ありましてね、で爆弾がちょうど長崎医大はコンクリートの真っ白な建物に黒白の迷彩がね、こう煙突が2本立ってて迷彩されたようなこういう建物だから、いかにも工場みたいな感じがするんですね。だからその空襲があって、その爆弾がその病棟、要するに、本館に落っこちたの。その爆発がね、本館の窓を破ってその隣にある隔離病棟のファンと来たわけですよ。僕は隔離病棟に入院して、で、まあちょっと止まれないような状態になってね、でもちょっと2日か3日ぐらい早く退院させてくれたんです。まあ、本当は9日原爆のした日に退院それが助かるもとだったですね。法定伝染病だから、2日あの当日にね、その退院手続きに来いと、そう言われて帰って、で原爆の日にのこのこ医大まで行ったんですよ。そのうちにあの9時20分か9時半ごろ空襲警報がありましてね、でここは工場地帯なんです。これ全部周囲の工場 でしかも爆弾が 2,3 日前に爆弾経験してますんで、まあ、そういうこともあったので怖くなって、あこれは気象療養の切符を買いに行こうと、これ、ね、切符を買いに行こうとしてもうこう飛び出したんですよ。この大学病院怖いから、工場みたいでね、そこの付属病院のここら辺の停留所でね待ってたわけですよ、電車を。そしたら空襲警報中は市電は通行止め、停止って来ないんですよ。でここでポカーンと待ってたわけです。まさかその頭上にね、原子爆弾が落ちるってのは分からな知らなくてね。でそのうちに空襲警報解除になって、10時ごろ10時過ぎ でこの で市電に乗ってずっと長崎駅ってここで降りて、で降りて長崎駅の、切符売り場でね、まあ、2人ぐらいおったですかね、お客さんがね、あんまりな、そこで、切符を買おうとしたら、その日の切符は売りませんと、翌日とか翌日気象療養で鹿児島に帰るつもりだったの。翌日の切符だったらビューローっていうところで買ってくれ。その当時あの交通公社のことをね、ビューロー言ってたんですよ。でビューロー、まあ、どこだって言ったら浜屋のデパートの1階にありますと、ね、こんなことですね。そう教えてくれたわけです。で道順も教えてくれました、支援駅が。で浜屋のデパートまで行ったわけです。それで入った時にバーンとこう頭やられちゃったわけです。だから危機一髪だったですね。だから僕は長崎医大で、空襲警報があって逃げ出し、それで電車に乗ろうと思ったら電車は止まってると、解除になったもんだから電車が動き出して、それに乗って長崎駅に行って、また切符が買えないもんで浜屋に行けって言われて浜屋に行って、それでバーンと行ったとこ全部やられちゃったわけ。だから危機一髪で逃れたね。で、ここでバーンと来たもんだからね、その時来た時はね、ピカーッと真っ黄色い光ったですね。デパートに入った時ね、はい、でバーンとか爆風が入ってきたもんだから、そんなこう倒れだけど怪我もなりません。ただ頭すったか眼鏡がちょっと飛びましたんでね、で何しろ黄色く光ったっていうのだけは覚えてて、まあしばらくして外を出たんです。道に出てここら辺はあのというかここに山があるあってある関係で、爆風が強かったけど
家は残ってましたね。で出て行ったら面白いことにね、どの家もね、通りの家は建ってるけどすっぽんぽんなんですよ。爆風でバーッとこうなんか通ってね、都庁寺がみんなすっぽん、だから表通りを行ったら裏がみんな見えるとるよね。おかしいなと思ってね、まあそれくらい、いやこれ高い山に逃げた方がいいということで、どんどんこっち行きますと、これ宗福寺っていうお寺があるんですよ。ご存知ですか？この階、まあ、宗福寺だと僕は思ってるんですが、で階段登って高い山に逃げれば安全だと。そうしたら後ろを見ると古い雲がうおーっと上がってきてるでしょ。で見るとこう入道雲みたいにこうなってくる、わーっとそれ思ったのと、ただなんかここら辺に防空壕、横穴式防空壕があってね、その防空壕の中に駆け込んだんです。中で500円もううまいんだ。だから中に入れないと入り口付近でどうしてる。